はい、YouTube をご覧の皆様、またまたこんにちは、ハルハルです。1月寒いですね。岡山はあんまり雪が降らないんでですね、まあ、けど今年の冬は、ちょっとなんか暖かい気がしますね。今年は私まだ全然コートを羽織ってないんですよ。ほとんどパーカーだけ着てから、過ごしております。まあ、たまに寒い時ありますけどね。ということで今日ちょっと、まあ、冬っぽいちょっと、まあ、ビールをちょっと紹介したいと思います。紹介したいと思います。書きましたね。こちらです。アワシービール、流氷ドラフト。はい、皆さん、こちらが、流氷ドラフトという、ビールですね。ビールというか一応発泡酒の扱いになるのかな。発泡酒って書いてるな。発泡酒、流氷ドラフト、オホーツク海のなんかオホーツク海流氷を使用。おお、なんかこの青いラベルがすごいんですよね。すごいんですよねとか綺麗ですよね。こちらのアワシビール、流氷ドラフト、まあ、北海道のビールですね。ここにも北海道のマークがキャップについておりますね。こっち向きかな。ちょっと向きがわからないです、すいません。こちらの、ビール、流氷の海を表現するために天然の色素を使用し、今までのビールや発泡酒にはない澄んだ美しいブルーに仕上げました。苦味を抑えてすっきりとした味わい、冬の網走を代表するオホーツクの流氷を仕込み水に使っています。流氷ドラフト販売10周年、アバシーらしさを強調したデザインにラベルを新たに印刷して、まあ、してるみたいなんで、ちょっとラベルが多分昔とは違うんでしょうね。で、海中を泳ぐクジラを大きく描き、クジラ書いてるわ。見ちゃんかったわ。クジラを大きく描き、流氷や雪の結晶をあしらった、流氷は確かに雪のかけらかな。をあしらったホップの配合も変え、よりフルーティーな飲み口になっているという、ちょっと説明書をちょっと改変して読んでますけど、噛みですみません、噛みましたね。滑舌悪くてすみませんね、というビールだしです。あ、クジラ書いてるの初めて知ったわ。日本全然見てねえというこれ。それではこちらをいただきたいと思いますね。思いますね。はい、それではいただきたいと思います。流氷ドラフト、実はこちらのビールすごいんですよ。先ほどの説明もちょっとあったと思うんですけど、それではちょっと次たいと思いますね。その前に開けましょう。よいしょ、よいしょ。ああ、蓋も開けたことないね。重たいね。はい、じゃあいただきましょう。はい、それではいただきます。こちらの流氷ドラフト、なんとですね、わかりますかね、青いんですよ。ビールで発泡酒で青いってちょっとなんかすごいですよね。青いビールなんか違和感あるね。はい、それでは、こちらのアバシービールの、流氷ドラフトをいただきたいと思います。この青さが伝わるかな。すごく青いんですよ。ちょっと照明がね、ちょっと蛍光色だからどうしてもね、この色は伝えきれないかもしれない。いただきます。香りはなんか全然ちょっとそんな強い香りはしないですね。いただきます。全然癖がないですね。失礼、変なとこ。
すごい爽やかですね。なんかビールの苦味が全くない、うん、すごいもうなんかジュースみたいな感じですね。ほんとこれアルコール数入ってんかなってぐらい飲みやすいですね。ほんとビールの苦味が全くない。それでも 5% ありますね。全然癖がない。スッと入りますね。なんかこの青い色がちょっとすごい違和感がありますけど、ビールすごく飲みやすいんですけどね、なんか冬にこういう青いビールを飲む、冬にこういう青いビールを飲むって、2回言った滑舌が悪くてすんませんな。なんか後味が、もうビールかって感じの後味ですけど、こういう青い感じ、もう例えば写真撮ったらインスタ映えって感じのビールですね。ぜひちょっと多少こちらなんか期間限定生産とか書いてあって、今作られてるのか。してるんでしたらぜひちょっと、探してみてください。北海道とか行ってからこのお土産に買ってもいいかもしれませんね。青いビールなんかすごい斬新でしたね。ご視聴いただきありがとうございました。またお願いします。あるあるでした。どうもー。